締めないでやるんですけど、ちょっと失礼の関係で今どう締めさせて。はい。茶室だと普通茶箱はやらないんですが、今年私は茶箱の手前を四季で雪月花と呼んだ、季節文字でやるということを公言したのでお茶の先生にお願いして、私は茶箱の手前を、屋内なんですけど屋外みたいな天井が開いて、そういうことで特別にお許しを得て茶箱の手前にやりました。これはあの私の趣味であって一応男の茶箱みたいなテーマでちょっとハードボイルド的なもので興味させていただきます。よろしくお願いします。光っております。茶箱が光っております。一応蓋もじゃあ。すごい。夜外で野立てをするときに明るくて、そういうコンセプトをちょっと作ってきました。すごい。ステンレスの。
塩の召し上がりください。そこの返し塩ですね。はい。と一人一枚。はい。胡椒入れなんですけども、はい、ちょっと改造して、まあ、これもステンレスプーンで中からそうなんですけど、中にあの和三盆の金平糖がちょっと珍しいんで、で転がってしまうので返しの端っこをちょっと斜めにちょっと持って、こうですか？うん、そうでもいいし、あの逆でもいいですよ。こっちを取ればいい。これを振り出して、本当あの振り出し丸いんで回しながらやるんですけど、ちょっとなかなか出にくいんで、うん、はい、はい、出して、あ、はい、あ、じゃあ、はい、いっぱいあるんで、好きなだけ、はい、全部召し上がっていただきます。そうですね、食い出しにくいんで失敗作かな。パンパンだからかな。意外にパンパンだからかな。そうですね、光る、光る、立てやすいから、暗がるでも立てやすい。チタン、うん、チタン製のお茶を登山用とかで、使われているものなんですけど、持ったときね、あ、そちらの商品、商品ですね、はい、持った感じは全然熱くないんですけど、はい、そのつもりで飲むと結構熱いので、あ、そうですか。気をつけてはい、いただきます。これごと持つんですか？そうですね、一回回して正面を下げたい。じゃあお酒飲んでいただきます。ちょっと暑いですか？結構暑いですね、暑い意外と。そうですね、いえいえ、こ、ね、こ時短なんです自分が。鉄瓶がね、意外にこう直接入れるものですから、割と厚めになっちゃうんですけど、じゃあ、替え茶碗で。